あれ買ってない。やつ買う。Do come back alive。まあ高いところにあるからね、厳しいところな気はするんだけど。ここ行ってみっか。ちょっといろんなとこ行ってあれだけど、いろんなとこいまず最初行ってみるのは重要かもしれん。多分制作者側もそれを想定しているはずだ。空を飛ぶ嵐の獣たちが現れた後、デーモンに惹かれた死者のソウルが空っぽの骸骨に宿り動き回っている。空を飛ぶんですか。じゃあ飛び道具ないと厳しくないですか。まあ行ってみましょう。なかなか人物に合わないね、 NPC に。まだまだ先なのかもしれん。いきなりすぐ会うみたいなのないか、さすがに。この先落下に注意しろ、マジで。この先ってどの先。うわー、こういうとこか。霧というか、なんというか。あ、うわー、なんか骸骨、何これ。うわ、早っ、やっべえ、なんだこいつ。オープニングの人、嘘だろ、強えぞ。は、何この動き。絶対ここからじゃない。いや、そんなに強くはないが、動きからして違うと思う、ここは。やめようかな。ヒクヒクしてるんだけど今口が。ヒヒ。なんかないかな。血痕があるぞ。ここで死んだ人か。おいおいおい、まだ最初の戦闘じゃないか。なんでそんな動き回っとんの。ガードすればいいんですよ。盾があればいいんですよ、盾があれば。あ、これ倒れてるもん、あれ。倒れてるやつ起き上がるでしょ。ほら、起き上がった。うぜえ。こいや。待て。どれぐらい魔法が効くかを見ておいた方がいいかも。くるっくるっくるってくるでしょ。くるっくるっくる。はい。やべえ、これ魔法使い系厳しいだろ、これ。やばい、やばい、やばい。とりあえず武器変えないと。とりあえず、やばい。うわ、しかも。削ってきやがる。スタミナ。普通に強えし。しまった。いや、やばい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 。強い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 。待って。2回でどれぐらい稼いだ ?691。ちょ、最初の敵の経験値で決めよう。そういうのは。ここで死んでも、リトライ余裕じゃねえか。2回殺される可能性あるな。なんか飛んどる。エイダースティングレイが。どっちか片方だけお願いします。こっちの人だけお願いします。え、いや、むしろ二人とも近接タイプじゃなくてよかった。うわー、最悪。当たったし、すげえ威力だし。ちょっと待って、盾装備してないやん。いつの間に盾装備してないの。いや、でもそんなに恐れなくていい。294。ソウルの名残。なんだソウルの名残って。ソウルに飢えた者どもを引きつける。どういうこと？祭祀場に漂う古い英霊の魂の名残。ソウルに飢えた者どもを引きつける。使ってみる？こんな簡単に手に入るもんなら。いい。ぽい。なになに、あ、そういうことね。引きつけた後にこっちに来ると。つまり、自分の
有利な土地で戦うためのものってことか。どんだけだよこいつ。何その打ち上げ。いやでもこいつ一匹倒すだけで、ちょ、そのよって、もたれかかってくるやつ、面白いわ。これオープニングの敵かな？もっと背高かったような気がする。ここにバスタードソードつけると、さすがに重すぎる。だよね。うん。から、まずとりあえず、盗っ人はやめとこう。いろいろある。いろいろ間違ってる、俺は。指輪を、ちょっ！さすがに相手も、いい加減にしろっていう。ちょ、待って！嘘だろ。めっちゃ撃ってくるじゃん。なんか追尾してるしさ。一旦後ろまで下がんないと。バカだ。一生やってる。あれおかしいな。進めないよ。まあまあおかしいなみたいな。こんな感じっすかね。かわいそうなやつだ。はよ来いや。くっそ、後ろに下がれない。ちゃんと。どうだ、魔法防御は。別に魔法攻撃する必要はないな。わかりやすい。動きはわかりやすい。え、攻撃してこないんだけど。疲れたか？盾は。そういうのあるの？ビク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 。ああ、もう、しょうがねえな、連れてってやるか。これおかしいおかしいおかしい。おかしいおかしい。人質みたいになってる。おらおら。お前らの仲間がこんな感じになっちゃってるぞ。さすがにもう、後ろはいないだろう。いないよな。あ、無抵抗だ。楽だ。いるし。超早っ！アホかお前。いかん！事故で当たったら大変だ。死ぬ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 。ロストブラッド。ああ、出血か。はあ。ここではない。わしが最初、ここ、今来るべき場所は。三日月荘に変換しとこう。10個ぐらい買っておくと安心だ。これで腐れ谷にもいけるんじゃないか。とにかくさ、体力回復の魔法とか欲しいんだけど、それさえあれば、MP も回復し、自動回復するしさ、超強いんじゃね？こっちだね。はい、来ました。さて。次は何が待っているかな。なんだこれ。何が転がってんだ。壺か。ここでなら召喚します。落下しでいい、落下しでいいです。落下しかなこれはな。うん。落下しということは敵が出てこないということですからね。これなんだろう。なんか嫌なんだけど。ん？来た来た。うん。楽。落下しかな？落下しっぽいな。開くか？
わあ、まさにアイアンメイデンがやる。広い。敵いそう。ありすぎ。拷問部屋ありすぎ。よし。かわいそうすぎるな、これ。勇者。こいつらが全員降りてき、落ちてきて、敵になるっていうデビルメイクライの最初の人形みたいな。敵いないぞ。向かい側にもいない。OK。そろそろ出てきそうだけどな。とりあえず、ガードガード。メッセージを読む。盾を装備してるとメッセージ読めんからな。邪魔なんだよな。攻撃してくるやつがいるかもしれんっていうのは怖いね。開いたらなんか起きす、反撃というかあるかもしれんからな。まあリスクがあるから。あ、閉ざされてんのか。開けられませんでした。まあいじめただけだった。もっとメッセージ書いてください。うん、確かに書いていくか。俺も64。めっちゃ評価されてるぞ。お浮いた浮いた浮いて浮いたってことはね、致命、いや致命食らったってことか。え、なんで今あそこで攻撃発生した。今いたよね。騙されんぞ俺は。今ここいたでしょ。は？なんか曲聞こえたんだけど今。閉ざされている。怖っ。戦闘が発生してないな、さっきから。そろそろ来るぞ。え？怖えよ。開けていいのか。いや、これ、ここのホラーゲームっすわ。どこやねん。見えるか、もう。縦構えといてよかったーってなるわな。早く出てきてくれ、むしろ。あ、しまった。これは、ちょ、ターゲット変えたいんですけど。えい！いやー、縦やりながら攻撃は、いいね。楽で。あとはいないの？うわっ！いるいるいる！マジ怖い。いや、怖い怖い怖い。遺体調べさせて。待て待て。こいつら後ろ向いてるだけか。いや、こいつは敵だな。あとは？よし。こいつからだ。お前らじゃねえ。よし。よし。何なんだこのラジオは。うん、こいつは問題ない。ダガーみたいな武器持ってるから、本当にどいつが攻撃してくる敵かわからん。あー、なんだなんだ、入ってんのか。びっくりした、壺の中入ってんの。めっちゃ怖いな。とんでもないことされてんな。お前ら、没個性すぎる。かわいそう。マジかわいそう。殺してやった方が、こいつらのためだ。うわぁ、ほんと怖い。可愛らしさってなんなん？隣で部屋で歌ってんのかな？
迷惑だぞ。いやー、恐ろしいな、ほんと。このゲーム、精神削ってくるんだから。ほんとやめて言いたくなる。マジで。あ、あっちにいるよ。この中にも入ってそうで怖いわ。油断できない、あの壺の一件があってから。できないな。はい。さっきそこ通ったから、ちょっと待つか。今だ。あ、バカ！すいません。嘘でした。大丈夫大丈夫。こいつ追っかけてこないだろう、あんまり。さては。自分の領分を分かっている。ほら。探している。見つからなかった。がっかりみたいな。楽勝ですわ。バカ。すぐ逃げれば怖くない。そしてすぐ見失う。今やー、よしよしよし。広いところだったから楽だった。まだ、まだ。まだ油断するな。よし。なんかくれ。氷をくれ。希望の廊下。牢獄。これで戻ってあそこを開けることもできるな。まあでもしょうがない。いいか。すげえ高い氷。向こう側にいるか。ん？いたか今。いるよな。やっぱ背後取りたいよね。あ！やっちまった。マジか。逃げよう。くそ。油断した。俺。こういうところは、広範囲に攻撃する武器の方が楽でいいんだけどね。アイテム出るじゃん。いい感じに出るな。はっはっはっは。許さぬぞ。残念だったな。あー、やったー、疫病治療薬や。隠密の担当だってかっこいい。ローグとかが多分、ローグじゃねえか。シーフかなんかの、最初の武器なんじゃないか。多分。そんな効果ではないだろ。隠密の担当。うんうん。なんかいいことあんのかな、これ。柔らかな表皮に大きな威力を発揮する一方で。はぁ、硬いやつにはダメと。探検はパリーゴあるいは背後からの近接一つ攻撃の効果が高い。はぁ、そうなんだ。そういうもんなんや。これ今いらないんじゃねえか。よく考えてみたら。魔法鈍性にしとこう。壺の中に入っててかわいそうだが。え、所持重量を超えるために持てない。嘘ん嘘ん。いろいろ武器持ちすぎたか。確かに。つか装備も持ってるもんな。あの、謎の、聖者の装備。ちょっと待って、魔法鈍性よりも、とりあえず所持重量上げて、拾うだけ拾いたい。いいね。鍵爪。何それ。ナックル系か、これも。邪悪な外見の霊に漏れない、王に飼われた隠密たちの装備。斬撃なんだ。ちょっと装備だけ一回してみようか。え、そうなの？じゃ、ごめん。何が必要なの？技量！
ちょ、面白いっす。使うのこの武器。なんかあんまりさ、左手の武器を切り替えて使うってことはないんだけど。なんでやろう。一回戻って、いらない装備も置いてくるか。そんな時間かかんないし。鍛えてしまおう。あ、こんな人いたっけ。聞こう、デーモンに挑むのか。あれもしかして、アトリアのローに使われた、あ、開くもの。簡単、マジで？人の光だが、私では力が足りないのだ。マジで？あ、フレイキじゃん。フレイキさん？フレイキ様じゃない。人の技とした偉大な賢者。フレイキンの弟子みたいな。はぁ。どうしたらいいの？一刻も早くフレイキ様をお迎えしなくては。いやー、こんな人いたんですね。火線。表示的な魔法、火線を放つ。いや、もうソウルの矢があるからね、僕には。それはいらない。使い魔のいたずら。補助的な魔法、離れた場所に大きな音を発見する。直接的な効果に乏しいため、有効に使用するためには、術者の装備が求められる。うん、これで敵をおびき寄せるとかかな。念願の奇跡。奇跡の人！誰？お、あなたも神のしもべですね。はあ、私もあなたと同様、神のためデーモンにこうする旅を続けています。よろしければ神の力をあなたにも分け与えましょう。同じ神を信じることです。遠慮は言いません。神とかどうでもいいけど早く回復魔法ください。奇跡。奇跢とは神の技です。一本で魔術とはソウルの技、デーモンの技です。あ、もしかして魔法嫌いとか、魔術嫌いとか言う人。たとえ、現れは似通っていても、どちらが人に益なし、どちらが人に仇なすか、おのずから明らかではありませんか。喧嘩しろ、喧嘩しろ。魔術師とは、遠からずデーモンのしもべなのですから。どっちも使ってるんだよな、俺。すんません。回復！高え。高くねえな。もうちょっと頑張れば手に入るぐらいだ。